もご視聴いただきありがとうございます。今回はこちら大垣駅の来ております。大垣駅は僕ももちろん利用したことあるんですけども、利用というか通過がいつも多い駅なんですね。乗り換え駅だったというか、で初めて降り立ったわけでちょっと散策してみたんですけども、この大垣駅からどこへ行くかと言いますとですね、鉄印を求めて垂水鉄道さんを利用します。電車の待ち時間がありましたので、ちょっとだけこちら大垣城、中までは入ってないんですけども、ちょっとだけ見に来ました。そして駅の近くには あるんですね。美味しそうですよね。では行きましょう。いやー、テンション上がりますよね。到着しました。こちらの本須駅で鉄印を購入できます。買いに行きましょう。売ってます。これ本当迷いますよね。無事購入できました。これ削らないとダメなやつです。能登鉄道さんにもいつか乗りに行きたいです。この車両のカラーリングがすごい、なんかいいですよね。かっこいいですよね、これね。レイズナーとかザブングル、こんな色ちゃいましたっけ。ちゃいましたかね。すいません、敵のこと言いましたね。まあ今日は見事に天気悪かったんですけども、かっこいいの見れたんで良かったかなって感じです。かっこいいんでもう一回行ってみましょうね、これね。このカラーリングはキャプテンアメリカみたいですよね。ちゃいますかね。また適当なこと言いましたね、すいません。鉄印を買うだけでしたら本須駅でいいんですけども、せっかくなんで、垂水駅まで全線乗りました。皆様も垂水鉄道乗りに来てくださいね。
もちろん買ってます。これめちゃくちゃ美味しかったです。なんか食べて帰ろ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。